リュースオブルーメルト役の綱啓斗です。よろしくお願いします。どうでした綱くん。いきなり綱危ないから俺話そうか。いやー大丈夫。成長したから任して。うん、そうですね。今出てくる前演じもしてきたんですけど、やっぱそんくらい久々に会うのが本当に楽しみで、実際撮影入ってもなんだろう、久々って感じしないぐらい本当にみんな初日から空気変わらなく今までの空気通りでやれたので、本当にやっぱそんくらい1年密でやってたんだなって思いました。久々に演じるので本当に不安だったんですけど、戻れるかなっていうメルトに。でもやっぱまあこんな派手な髪ですし、衣装を着た瞬間にやっぱりなんかその演じてた時のあれが蘇ってきて、一発目のシーンがそのアスナとトワとの3人のあの肉まん食べながらのシーンだったんですけど、あの一発目は噛みましたね。うん、寒くて滑舌が回らなくて、でもちゃんと何の話。いやなんか見ましたね。さ戻れたって言ったから。そうゆっくり話させてください。そうですね。はいはい、まあ無事にメルトになれたんで本当に良かったです。まああと長田さんにね久々に会えたので、それがまず嬉しかったです。久々にお芝居できて、はい、ありがとうございます。僕は高田雅史さんです。相当面白いんだろうなこれ。大丈夫質問が言ってたよかった。今ねざわざわしてくれた方は分かると思うんですけど、僕のスーツアクターさんで本当に最初からメルトを2人で作ってきて、メモリーオブソウルメイツでなんか考えてきてくださいって言われて、正直無限にあるんですけど、どれにしようかなって悩んで、あの高田さんやんってなって高田さんを書いたんですけど、実は G ロッソあるじゃないですか本編の後ので、その時あのスーツアクターさんみんなはあの別の方になるんですけど、それぞれキラメイジャーの方に行っちゃって、高田さんはあのキラメイシルバーだったんですけど、そのだからGロスを出てくれて僕のと実はね第4弾、うん、G ロスを、そうそうそう、だから高田さんのことは僕が、はい、大好きです。思ったより浅い。浅何それ1年あったらもっと深掘りいくやん。浅いとか言ってたよ。お互いねメルト大事にしてるんだよね。そうありがとう。思いが強いよね。そう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 、だから高田雅史さんって書かせていただきました。はいはい、はい、笑顔笑顔さよならだよ。ソウルを一つにケッボーン。ありがとうございました。騎士流戦隊リュウソウジャーの皆さんでした。大きな拍手でお送りください。